こんにちは、ジャズギタリストの布川俊樹です。以前Facebook やブログでですね、大変盛り上がった投稿があるんですよ。それはですね、意思のあるフレージングというタイトルだったんですが、要はですね、アドリブソロをしているとどうしてもこうなんか、例えば結構手が動いたりね、テクニックがある人でも、どうも心にもないことを弾いてしまうというか、手が動くもんでそれに任せてなんか弾いちゃうとかね、そういう人が結構多いんですね。それはね、僕は意思のないフレージングだと思ってるわけですよ。やっぱりフレージングっていうのは自分の中でドゥルドゥドゥドゥとかね、ドゥルドゥドゥドゥと思って弾くっていうことが大切だから、まず頭の中でイメージできる音型、そういうものを弾こうとする、それがやっぱりインプロビゼーションにとってはというか第一歩ですね。それができれば自然な流れにもなるし、なんか、後から聞いて非常に無機質的とか意味もない音符を弾いてるようなことはなくなるんじゃないかと思ってそう書いたんですけどね。それでですね、意思あるフレージングを弾くとですね、人っていうのはそれを覚えてるもんなんですね。ウルルルルルとかね、ウルルルルってこうすぐ反復できるでしょ。それがジャズのインプロビゼーションでその人がすぐ、僕よく生徒に言うんですよ、今弾いたの弾いてごらんって。そうすると結構弾けないんですよ。忘れちゃったりしてるとかね、もう一瞬前なのにね。最近よくテレビなんかで認知症のテストとかやってますけどね、一瞬前のこと忘れちゃったりする。もうこれはね、適当に手を動かしてやってるとジャズ認知症になってしまうんじゃないかっていう、感じもあるんですが、いい例は将棋ですよね。将棋の棋士って、それから、ちょっと上手い人になればね、もうプロじゃなくても全部自分の指したって覚えてるじゃないですか。ところが下手くそな人はもう、あれこれどうやったんだっけってすぐ忘れちゃったりするわけですよ。僕なんかもそうですけどね、それと同じなんですね。意味ある、意思あるフレージングをしていれば覚えられる。だから自分の弾いたことが、すぐ反復して弾けるかどうかっていうのは、そのこうなんていうか、リトマス試験紙になるっていうかね、そういう感じがしてます。それでは、ちょっとなんかやってみましょうかね。どのようにフレージングっていうのは作っていくのか、どうやれば意味ある自然な流れの、つまり意思あるフレージングですね、そういうものになるかっていうのを、この映像では説明してみたいと思います。それではやってみますね。分かりやすいっていうことで、やっぱりブルースかなんかにしてやってみましょうか。じゃあ B フラットのブルースでやってみます。どうしようかな、適当に鳴らしてテンポな決めて、こんな感じです。でね、僕は大学でジャズフレージング入門という授業をやってるんですけれども、そこで学生に例えばワンコーラスのソロとかそういうのを作らせたりしてるんですよ。すごい勉強になるんですけども、そういう時にね、よく例えば251のフレーズとか覚えたりしたら、最初にそこだけ埋めてとかね、そういうことしちゃう人がいるわけですよ。
で、それがまずいけない。それは、意思あるフレージングに反しています。僕はとにかく最初から順番で作るように。で、順番の流れを考えてね。喋りと同じですよ。そうにするように、言ってます。だからね、まず大切なのは、短いフレーズとかフレーズメロディーですね。モチーフって言ってもいいんですが、それを考えること。それからつなげていく。で、つなげていくには同じ音とか近くからやって、まず、とにかくつながりが良くなっていく。自然に、フレージングがつながっていくってことが大切です。で、まず、頭で考える。頭で考えるというのは、ちょっと歌うってことですよね。鼻歌でいいんです。何から始めようかなってこう決めるわけですよ。1,2,3,4 じゃあまずこういうフレーズ決めます。一小節にも満たない、これスケール上がっただけですね。 1,2,3,4 これミソリリアンのスケール上がっただけです。で、こっからつなげていくように考えるわけ。ちょっとフレーズっぽくしますけど、どうしようかな。1,2,3,4 ほんと先に歌えばよかったね。これで2小節目の頭までいったのかな。違うか。うるるうるるるうるるるるるるるうるるるるるるる、あ、そうだね、うるるるるる、そっからね、近くから何か考えます。じゃあこうしてみようかな。うるる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 る、今度は3小節目の頭までいってる。こうね、切りのいい小節まで弾き切るってことがすごく大切ですね。1,2,3,4 ね、これで繋がってるでしょ。でね、じゃあ次、今度は2段目ぐらいまで行くのがいいしようかな。ちょっとブルージーなやつ言ってね、これね、2段目の E♭7 に行くときにね、こうブルノートペンタトニック使うといい感じになりますからね。じゃあ最初からやってみると、ブル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 テレレレグデレレレグ、1,2,3,4 ちなみに上でも弾きますよ。1,2,3,4 とかね、こういうのを練習する。そっからじゃあ次考えていきますよ。で、ちょっとブルーノートペンタっぽくいったから、そこら辺から展開しようかな。グトゥルル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 ルまあ、7小節目まで行ったわけですね。ドゥルルルドゥルルルドゥルルル、ごめん、ドゥルルルドゥルルルルルルね、ドゥルルルルドゥルルドゥルルルドゥルル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 ル
じゃあ、ドゥルルドゥドゥからなんか繋げたいですね。ドゥルル、次、3、6、2マイナーが来るんですよ。フルルルドゥルルルルドゥドゥルって下がりましょうかね。グドゥルルルドゥルルルドゥドゥル。マジか。グドゥルルルドゥルル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 ルグルルルルルル。じゃあ今のは3、6、2マイナーのドミナントモーション。ルル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 ルでしょ、どんどんグトゥルルルルトゥトゥ、なんか上に上がりたくなるな僕は。フルルルルトゥトゥトゥとかね、フルルルルトゥルトゥルルでもいいかな。とどうなるかっていうと、ワン、ツー、スリー、フォが入りましたけどね。押すともう一回最初からやってみるね。グドゥルルルルルルグドゥルル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 ルから思いつくものを弾けば覚えてるものなんですよ。これも最初のフレーズからいろんなバリエーションがあると思いますよ。こうやってフレージングっていうのを作っていくものなんです。だから最初のフレーズはもう何でもいい、うん、もうこんな簡単なのでいいんだよね。グドゥ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 ってやったら次のが自然と流れでできていく。これがジャズのインプロビゼーションにとっては大切だし、僕は意思あるフレージングだと思ってます。皆さんもぜひ
そういった感じでね、自分の歌というものを表現してもらいたいなと思います。頑張ってください。